ちょっとまあ昨日の撮影した動画がなぜそういうような内容になったかについて、まあその撮影した後、まあそれを言ってきた相手に対しても、まあどういうふうに電話で言ってるか、で相手はどういうふうに、対応してるか、それちょっとみんなで聞きましょう。正しいか正しくないか。したはいいですけども、多分まあ電波で聞こえてきたからおっしゃってたんだと思うんですけども、はい、私が会いに行きますっていうその言葉は絶対言ってほしくない言葉なんですよ。っていうのは男性にしろ女性にしろ、まあ人によっては他国の大統領になられた、まあ、ドゥテルテさんとか、オバマさんとかいっぱいいらっしゃいます。で、まあ、その人たちが、その一人で会いに来て話をするっていうのも、その、ドゥテルテさんも本当に僕の自宅の前に車止めていて、で、急に来られても、顔見てわかるかって言ったら対象者が多すぎてわからないんですよ。で、その、結婚問題の方でその方法を使われるとしたら、それ、自分から名前名乗ってもらわなかったらわからないんですよ。で、安倍晋、どういったご用件で。いやいや、それ最初に言いました、言いました。メモしてもらった方がいい。電波で聞こえてきても、私が。ちょっと待ってくださいね。はいはい。すいません。自分たちが悪いことをしてきたっていうことを絶対認めないでしょ、この人たちは。なぜ電波でそういうふうに聞こえてきたかっていうのは、医療業界の金稼ぎのためかもしれません。コンピューターの設定でね。どんな人間が働きに来てるかわからないっていうのもありますし、医療業界が大学とかでスーパーコンピューター持ってる時点でそういうふうに稼働してるのかもしれない。って言って、今未来からの方の僕の頭の中取られてる。で、向こう楽しくなってるから笑い声になる。楽しそうな子に変わってたでしょ。反省普通ならする。頭のことを言ってるんじゃない。一人でその会いに行きますっていうその言葉を内閣できと、自分が言っといて言ってないことにしようとしと、で試合中もうどれぐらいこちらが対応しなきゃならなかったのか、これプロ野球界の人間全員反省しなさい。本当に恐れ入ります。はい、第一タウンハイスの淡井圭介ですけども、はい、この間と同じ状況ですね。あれは西武市に改造マグラの車が来て、はい、でやっぱりその瞬間阪神タイガースの今試合取り組んでるんですけども、うん、ゲッツーの形にもう、うん、ボールの打球はもう完全にそうなりましたね。で、なんとかランナー、バッターが足が速かったから、ゲッツーにはならなかっただけで、もうショートの方に飛んでてますから、はい、もう、わかりました。完全に取り締まりましょう。もうエネルギーの段取り問題もありますし、もう完全に通していきましょう。はい、お願いします。はい。この人はいい人です。状況もしっかりと精査できていて、そういう改造マフラーの連中とか、すぐ取り締まるっていう形、もともとそれで通ってるんですよ、裁判所判例で。判例背いたら即逮捕ですよ。忙しいところ恐れ入ります。もう言わなきゃどうしようもなさそうなので言っておきます。元ヤクルトの監督の真中さんが、個人で配備していた件とかも、これ通報しなかったら通用しないかもしれません。ちゃんと、今日初めの方4対0で横浜 DeNA がリードしてたんですが、今5対4でひっくり返されてる。でこれも通報しなかったら、でそれを YouTube とかで世間に公開しなければならないのかもしれないですね。それでやっと固定化できるかもしれない。通報者だけだったらその日だけで1日で区切られるのかもしれません。すいませんけども、はい、公開させていただきます。
まあ、心の声で分かってるっていう言葉の返答をしてくれてます。このコンピューター社会、これどう考えても無理ですよ。ちょっと待ってください。それと先ほどと同じ内容なんですけども、はい、巨人とヤクルト両方勝ってる日もあるので両方負けないとならない日もないと絶対おかしいです。法の下に平等です。以上です。入った後バレたっていう声がこちら聞こえてきています。で、一応これ言って、昨日横浜 DeNA さんは再度逆転できてるんです。あとはもう僕は長いですけど動画で喋ってる内容とか本当に聞いてもらったら分かりますよ。よく僕はどれだけないがしろにされていたかっていうことは。